柴田さん、ちょうどない。僕を楽しいお店を広がるの時間ですよ、柴田さん。はい、はい、いただきます。新作です。新作です。これは何ですか？しめじかきのこ、どっちか。椎茸です。椎茸。これは玉ねぎ。玉ねぎ。目で見ないで、カメラで見ます。人参。人参。ウィンナー。そしてどっかいなくなった。はい、しめじ。いただきます。中華風炒めなんですよ。はい、ラー油とか。もう美味しいね、これ。どうした？はい。あ、うめ。皆さん人参食べてる？食べてます。普段から？はい。野菜は家帰って必ず食べてます。あ、そうなんだ。何が多い？家で。何が、うん、家でですか？うん、いろいろなもん。野菜。野菜、サラダとかよく食べますよ。何サラダ？サラダの名前ですか？カメラで見るの？え？カメラで見るの？はい。あ、すみません。何サラダ？人参です。人参サラダ？はい。今嘘ついたでしょ？すみません。嘘ついたでしょ、今。ごめんなさい。何嘘ついた？すみません。すいません。人参が謝って。ごめんなさい。当たり前だ。はい、バカにしたいか。はい、人参だってね。はい、うちで老人ねん、これ。はい、千葉さん、味噌汁作ってる？作ってますよ、たまに。あ、最近作ってんす。ダメだよ。はい、お母さんにありがとうっつって。はい、たまにはか。はい、はい、うん、たまには。はい、合うね。あ、忘れた、あと白菜入ってんね。はい、すごいでしょ。はい、偉いでしょ。偉い。栄養のバランスは大切です。大切です。元気出るね。はい、この弁当食べたら元気出る。はい。はい。箸が曲がっちゃったみたいで食べづらいんだよ。え？お父さんさ、はい。なんでね。いつもね。はい。ちゃんと映してくれないの？近いな。寂しいだろ。寂しい。はい。何年やってんの？何年って、まだ1年もやってないんですけど、1年しかやってない。いいだよ。撮影？だって昨日休んだからやってないんですよ。昨日、あと月曜日、怪我の間。どうだって何年やってんの？もう何年、何年もやってないんですけど。どうだっけ？だってデレクさんよりやってないじゃないですか。もういないっす。ないよ、デレクさん。いない。昔なんか映ってましたよ、なんか。どこ行ったの？わっ、どこ行ったんですかね。僕にはさっぱり。でも元気だよ。はい。さっぱりで、さっぱり言うのも。元気。みんな元気。さっぱり、さっぱり。いたの覚えてるんですけど、どこ行ったか。いたの覚えてる？あ、いました。よかった。どこ？いた、いい。本当美味しい。はい。今度白田さんのもん作ってこうか。弁当ですか？ああ。だって木島さん、朝もっと早く起きなきゃいけないんですか。なあ、寝たことないよ。ああ、言ってました。ああ、はい、おいしかった、ごちそうさまでした。はい、はい、頑張ろう。